江戸小話を一服嘘つきの名人昔々あるところに嘘つきの名人がいましたあまりにも上手に嘘をつくので騙された人は怒るどころか感心してしまうほどでしたある時 お城の殿様がこの男を呼び寄せました。お前は嘘つき名人だそうだな。うまくわしを騙せたなら何でも好きなものをやろう。すると男が答えました。実は私が嘘をつくには嘘つき袋というものがいるんです。今日は家のタンスの上にその袋を置いてきたんで取ってこないと嘘をつけません。殿様は 家来を男の絵にやりましたしばらくしてけらいはもどってくるととのさまにいいました「おとこのいえのすみからすみまでさがしましたがうそつきぶくろなどはありませんでした」それをきいておとこはいいました「そうですもともとそんなふくろはありませんこれがうそです」「うんあっぱれじゃ!」に嘘つかれた殿様は 大喜びで嘘つき名人にたくさんの褒美をあげました。